方してんのよ。何これ。旦那もう何これ。はーい。解いてくれてありがとうや。自由だぜ。うるせえな。あ？なんだと逃げる。おい、やめろ。やっ。はい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 。やっ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 。くれただけじゃん。普通はさ、たった一人の娘なんだから目に入れても痛くない存在なんじゃないの？普通は。お母さんの生きてる時は笑ってる写真もあるんだけどな。あんなに厳しい顔してる方が疲れちゃうよ。良くなったな。え、褒められた。やった。あ。良くなったが、まだまだだ。素直じゃないんだから。何か言ったか。
そろそろアスカにも任務を任せられるかもしれないな。アスカも成長しているよ、お母さん。大丈夫ですか、ギルド様。いわいまし石だぜ。触れることもできねえのか。石に触れなくても他にも方法はある。誰も使えねえな。俺たちは完全に自由だ。アスカ。わかりやすいな。だいたい嬉しいことがあると大野屋のハンバーグなんだよね。ただいま。あ、もう冷蔵庫入れてない。せっかく大野屋のハンバーグ買ってきた。お父さん、お父さん、これだと思うんだ。石？この石は風魔石って言って、邪悪なものを封じ込める力があるんだって。石神家の人々は代々この石を守ってきたんだって。確か以前見た時はお札が貼ってあった気がしたんだけど。あ、それ私剥がしちゃったかも。あんまり汚かったから拭こうと思って。それだよアスカ、封印取っちゃっただよ。え、私が、え、どうしよう。もう一回なんか貼ればいいのかな、ガムテープ、あ、セロハンテープなかったかも。すでに封印されてた魔物が外に出ちゃったんだ。魔物？5年前師範に呼ばれて石の話を聞いたんだ。テンテン、
シンシン、アスカの幼なじみとして二人を信頼して頼みたいことがあるんだ。もしも私に何かあったら、アスカを守ってやってほしい。この箱の中には特別な石、風魔石が入っている。この風魔石には邪悪な魂、800年前に現れた魔物が封印されているんだ。我が石神家に代々継承されているこの石を、アスカはまだ継承できる力は持ってはいない。私も若くはない。何か私にあったら、アスカにこれを。これは？このコーンは魔物を封じる霊木から作られたものなんだって。これで魔物を倒せるってこと？多分風魔石の継承者を狙ってくると思うんだ。アスカが狙われるよ。私が？お父さん、私何にも聞いてないよ。ほんといっつも言葉が足りないんだから。またその顔？なんか言ってよ。行こう。これだけ。はい。しけてんな。もう渡せないです。本当にもうやめてください。上野くん、そんなこと言っていいの？いや、あれバラしちゃうよ。おっいいパンチしてんな。おい、なんだお前。誰に口聞いてんだてめえ。溜まってんな。バカが。え？消えたよ。この傷害事件ってもしかして？アスカ、これ。ABC モーターズの工場だ。
フルハウス。おい、またかよてめえ。ニヒル、イカサマしてんじゃねえだろうな。やってない。キルド様、降りてこないな。おい、いいんだよそんなことは。おい、ビル、酒が足んねえぞ、持ってこい。わかったよ。ゲームごときで向きになりやがってる。おい、聞こえてんぞ。夜の野郎はこれでいっか。お目覚めか、お嬢さん。アスカ、待て、紳士。こんな棒で俺たちを倒せるとでも思ったのか。許せない。女性には優しく。Yeah!
し。来た！ジン！ジン！なんか忘れてない？え？え？なんだっけ？